じゃあ平和になった町に繰り出して来てるはずのウィッタを探そうかな。そうだな、その砂人のせいで、ね、気球で向かってたもんね、市から村から。気球が近づけなくて足止めを食らってたとかだったらしっくりくるな。こうなった今到着してると思うけど、もう町も賑わってますね。賑わってますわ。あれてか、ワビスケまだとっ捕まってんのかな。まさか、あー、お前ウィンタじゃないわ。すいません、テンション上がっちゃいまして、ウィンタじゃなかった。で、地下街、ここ自由に通れるようになってるけど、まあもう人気がなくなっちゃってるか。ってことはワビスケもいる。まだ出してもらえないのこいつ、マジ。みんな地上に戻ってしまって、娘のアクレットの姿を見る機会も減ってしまいましたが、妻のペリーも娘のために頑張ってくれてるんです。僕もアクレ…こいつこのままなの。僕もアクレットを見守り続けます。牢屋の中からですけどね。なんでちょっと明るいんだよ、見せるな笑顔。一緒にとっ捕まってあげることとかできないのかな。なんかこの人を攻撃するみたいな。これとっ捕まれるんじゃないの。あ、そんな、うわー、あ、こうやって反撃されたりするんだ。え、でもこれでもとっ捕まることできないの。ワビスケのいる牢屋に入ってやることはできないの、一緒に。なんだろうな、魔物のふりをするとか。ボコブリンが来ましたよ。ダメか。イーガダンが来ましたよ。おっ、ああ族だ、族、うわー、すげえ、こんなことになるんだ。捕らえる。目の前で着替えたの見たでしょ、目の前で着替えたでしょうが。あ、でもワビスケと同じ独房に、すげえ、入れた。お前はよく見たら例のボーイじゃないか。その所属は我らに害なす集団のもの。おう、ちゃんと専用のセリフもある。偽物と分かっていたとしても、その姿に恐怖する者も少なくない。まあ、イーガダンのアジト近いもんね、ここ。やっぱり嫌いなんだな。外に出たいならさっさと着替えるんだな。ここがワビスケの独房。いや、でも一緒に入れたからってワビスケを出してやれるわけではなさそうだな、なんかこの感じだと。え、君、いつまに。みんな地上に戻ってしまって、あ、なんだよ、セリフ同じじゃんよ。さすがに固有のセリフあってほしかったな。ここまでリスクを負って中に入ったんだから。へえ、じゃあ出ますか。あ、あ、出れるな、よし。脱出と。ゾクだ、あー、やばい、無限にループする。そんな、誰が見つけたんこの場所で。そうやな、この格好のまま街の中にいたらもう強制的にこうなっちゃうんだ。あ、出してもらえたわ、着替えたら。でもワビスケは出してもらえない。でもちょっと珍しいイベント見たな、珍しいもん見れたわ。いや、しかしウィッタいないのかな、ウィッタ。いやー、でもボーイの、あ、あ、あ、ちょっと待って、これ、この気球、一緒に作ったやつだ。えのきだとウィッタがリンクの持ってきた日だまり草で。ってことはやっぱ到着してる。おお、すげえ、ちゃんとあの気球の痕跡残ってんだな。どっかにいるはず、この辺にいるってことか。この気球からそう遠くは離れてない場所にお邪魔しますよ。あ、これ、あ、違うわ。このことはよくすれ違うんだよな。ちょっと、あ、来た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 、ウィッタ、これを見ろ、これを見ろ。おい、パーパーだぞ、パーパーだぞ。ウィッタ、ウィッタどうした、パーパーだぞ、パーパーが来たんだぞ。ウィッタ、パーパーの顔忘れちゃったのか。ウィッタ全然見向きもしねえ。え、こんなに見向きもしないことある、パーパーの看板見て。嘘だろ、もうパーパーの顔なんて忘れちまったってのかよ。ウィッタ、あ、みんなに話しかけたみたいな感じになったのかな。みんな集まったから子供会を始めます。今日遊んだ中で一番楽しかったことを発表してください。マキアはね、カーラお姉ちゃんが通ってる恋愛教室が良かったよ。外から覗いただけで授業の内容は聞こえなかったけど、この年代の子たちはまだその恋愛教室
あれなのかな、開かれてないのかな。はいはいはい、ウィーター、アクちゃんに見せてもらった秘密の地図が面白かったのだ。アクちゃんのママがいる。ああ、なるほど、シークレットクラブね。そうか、アクちゃんはあのワビスケたちの子供か。アクレットはね、ああ、アクちゃんね、アクレット。ウィッタタンのお日様気球も好きだし、コームテーンとマイホームのお歌も好き。アクレットもダダッと決めてダダッと作る。うわー、広まってる、砂漠にまで。そうだよな、ボーイが入れないから。ゲルドの町では、エノキダコームテーンは活躍できないのかな。まあ、バーイの社員もいるとは思うけど、数は多くなさそうだもんね。え、ウィッタだけに話しかけるってできないの？あー、今できないのかな。お、お、ウィッタでなんか特殊な吹き出しが出る。ウィッタの写真見せてやろうとはなんか思ったけど、やっぱそれちゃんとイベントあるのか。これは見せてやらないと、パーパに。で、パーパの顔をウィッタ忘れてたよって教えてあげないと。ほら、無反応だもん。こんなことありえないでしょ。パーパだぜ。ウィッタ、おい、ウィッタ、ウィッタ、ウィッタ、忘れちまったってのかよ。あ、でも BGM がゆっくりになって夜になってきたから、どうだ、どこに帰るんだろう、ウィッタは。これはちょっと足取り追いたいな。あれ、なかなか解散しないな、この子たち。ずっとここにいんのか。あ、ふわ、眠くなってる。もうすぐ寝るのか。サーバなのだ。挨拶は短くするのが流行りなのだ。あ、たまになんかそんな挨拶あったっけっていうこと言う人いるけど、流行り言葉なんだね。ママが教えてくれたサバサーバー、うわ、すごい現代的、ちょっと古いらしいのだ。まあ方言ってそういうのあるもんな。のだ、お、出た、ひだまりそうくれたお兄さんなのだ。この前はサクーなのだ。パーパが作ってくれたお日様気球が大人気で、町のみんなともすぐ仲良くなれたのだ。それはよかった。それ聞いたら喜ぶぞ、えのきだ。パーパやママが言ってた通り、離れていても見守ってくれてるのだ。ちょっと泣いちゃうかも、ほんとこんなのでも。だからウィッタ寂しくないよ、町に来られてよかったのだ。よかったな、ちゃんと町に馴染んでるようだわ。ネムネムなのだ、お兄さんもサボールした方がいいのだ。眠ることをそういうのか。そうだな、パーパも待ってるぞ。ウィッタ、ウィッタ、パーパも待ってるぞ、パーパも。あ、なんかちょっと目離してたらもう寝てた。まあまあ、パーパ、ウィッタ、素敵な お友達ができたのだ。いや、本当に、うん、特に苦労はしてなさそうだね。よかった、もうこのことだけでも報告してやりたいな。行こう、一から村に。ワープマーカーが便利だな、こうなると。ワープマーカー一から無駄に置いてるから、一発で飛べんのよ、パラセール使わなくても。いや、よかったわ。ウィッタの息災を確認するために予定変更してゲルドの町に先に行ったみたいなとこあるからね。ゾーラの里を差し置いて、で夜でも仕事してますよ、この人は。えのきだ、そ、お前じゃねえ。お前じゃねえんだよ、キルトンさん。あ、っていうか、もう、そうか、人形の数がいっぱいって言われちゃった。いっぱいの場合は、そう、なんか勝手に追加してんのよね、いろいろ。ほら、あのグリオークとか。でももういっぱいだから、壊さないと新しいのは作れないって。ヒノックスはまあ2つあるから片方、この寝てるやつ。これは破壊してもらおうかな。すまないが。よし、じゃあ見せつけてやるか、ウィッタの写真。おお、ウィッタ、こんなに早くお前の姿を目にすることができるなんて。絵からでもお前が頑張ってるのが伝わってくるよ。パーパもお前に負けないように頑張らないとな。顔忘れてたよ、お前の。おっと、いかんいかん、仕事に集中しないと。あ、でもこのコメントが聞けるだけか。あー、よかったよかった。でもこれだけでも全然いい。もうこんな報酬とか全然いらない、この場合は。いや、よかったよかった、ほんとこれ嬉しい。マーマにも見せてやりたいけどな。それは、あ、これはもう仕事のお話か。マイホーム気に入っていただけました？
現地のグラネッタから部屋を購入することでマイホームをもっとアレンジできますね。今ならお金あるから、まあいろいろできるよな。娘のイッタも早く自分のマイホームを持ちたいって言ってて。ってすみません。気を抜くとすぐイッタのことを考えてしまって、なんて素敵な両親なんだ。見せてやってよ、この人にも。ゲルドの町への旅立ちはゲルド族にとって喜ばしいこと。っていうのは分かってるんですけど、一人で大丈夫かな、元気でやってるかなって心配で。ああ見せれる、見せれるぞ、パウダにも。えのきだだけじゃないもんな、ウィンダの親は。まあウィンダ。私ったら母親失格ね。あの子が誰よりも強い子だって忘れてたわ。だってえのきだと私の場合だもの。ふふ、心配なんてしてたらウィッタに笑われちゃうわね。あ、うまくやってましたよ、本当に。私も気持ちを切り替えてお仕事に専念しないとね。娘の貴重な姿を見せてくれて、サークサーク。いや、すごい、なんも本当、報酬とかなんもないのにすごい満足感ある。あー、よかった。じゃあ、どうしようかな。一度監視砦に戻ってみようか。どうだろうね。まあ、特に何も変わってないのかな。ゴロンシティクリアした後は、そんなに変化なかったもんね。まあ、ゲルドの街の人たちも、何人か、来てたりとか、そういうことはあると思うけど、なんでか、帳簿台、監視砦は来るたびに雨なんだよな。しょっちゅうこうなのよ。あ、ゲルドの人いた。そこに。おぉ、ゲルド。え、ビューラービューラー来てんの。まあでもそこそこ主要な人が来てるもんな。リトンの時はハーツが来たし、ゴロンの時はトカチンとイッフルが来たもんな。ビューラー町離れていいの。すごい人物よこしてきたな。遅かったな。ルージ様が目覚められた今、ゲルドの町が魔物どもに破られることはないだろう。わからんやん、何が起こるかは。それにしてもルージ様のおそばを離れるなど何年ぶりだろうか。寂しくないといえば嘘になるが、ルージ様が前に進まれてる限り私も前進だ。いや、なんかすごい監視砦の守りが強固になっていくな。我らゲルド族、ゼルラ様捜索に協力させてもらう。まずはここの門を固めつつ、討伐隊の連中と共に魔物たちの弱点を探るつもりだ。弱点、何か分かったらお前にも知らせよう。なんかこの監視砦でここにいる人たちとみんなで戦うみたいなことあったら俺すげえ喜んじゃうけど、ハーツとビューラとトカチンとイッフルと、まあトカチンとイッフルが戦力になるかは怪しいけど、なんかここにいるみんなと最後戦えたらすげえ嬉しいな俺。プロはなんか様子変わったとこある？リト族を襲った大寒波、ゴロン族を狂わせた美味しいワニ、ゲルド族を襲ったサジンとギブドの猛威、そしてその全てに関わるゼルダ様らしき影が。大変だったわね。いや、まあさすがに最後のゾーラの里のイベントを終わらせたら大きく何かが変わるイベントはあるでしょう。今んとこでもまあ特にそんな変わりはないかな。でもみんなが元の生活を取り戻せてよかった。やっぱりあんたに任せて正解だったわね。ただ天変地異とゼルダ様の関係が色濃くなってきたのは確かだけど、ことは思ったより深刻なようだし、残りの地方も急いだ方が良さそうね。あとプルアが気になる集落ってなんだっけ。ああ、ウオトリー村か。そうだな、次ウオトリー村行こうかな。あと人がそこそこたくさん集まってる町とか村で、行ってない場所ここくらいかも。ウオトリー村、海賊に村、はあ、でもなんかこれどっか別の場所でも聞いた気がする俺。動画撮ってる時かどうかわかんないけど。そうだ、なんか海賊に襲われてるって噂聞いたことあるわ、ウオトリー村が。それは行きたいですね。村を乗っ取られて村民がチリジリになっちゃってるとか。うかつだったわ、あの村は他の村からも離れてるからなかなか情報が回ってこなくて。もし興味あるなら任せてくださいよ。討伐隊本部にいるマップラに聞けば村の場所を教えてくれる。まあ分かってるけどね、場所は。いやー、毎回これ嬉しいな。姫様がくれた服に言及してくれんの似合ってるじゃんって、ちゃんと褒めてくれんだな、ブラは。あ、雨止んだか。そっか、いや、ビューラは常にそこにいんの。
プルアの近くに。うわ、珍しいツーショットだな。あー、いいね。まあちょっと今夜だからあれだけど、こんな3人なかなか揃うことないぜ。じゃあ一旦今回はこの辺で終わりにしようかなと思うんですけど、ゲルドの街クリアしてキリがいいしね。ちょっと久しぶりにバッテリー増やしてもらおうかな。残り一つだったじゃない。頑張りゲージと同じで、なんか残りの一つをさ、意味もなくもったいぶってたの。バッテリー満タンにしてもらおう。新しく作ってもらって。なに？それ2周目みたいなのあんの？お持ちのゾナーエネルギーの結晶800個で追加バッテリー。あと1メモリだと思ってなんかずっとやってなかったんだけど。あ、そうなの？これ2周目あんの？作りますけど。いや、なんか一時やたらとイワロック狩りしてたせいですごい溜め込んでたのよ。イワロック倒すたびに20個くらいこれもらえるからさ、結晶。うわ、もうとんだバッテリー強者になっちゃったな。うわ、あ、色が変わってる。2周目あんのかい。あ、でもなんか英傑カラーなのがいいな、2周目。なんだ、じゃあもう別にそんなに結晶集めなくていいやって思ってたけど、必要あんじゃんよ。まあそんなにバッテリーあってもそれを活かす、その大容量を活かせる場面は少ないかもしれないけど、あげられるもんはあげておきたいよな。じゃあそうっすね、ゲルドの町の異変もどうにかして、まあ砂塵が晴れたからこのゲルド地方をね、普通に冒険するのも楽しみですけど、あとはそうだな、残りの異変の場所はこのゾーラの里、あと一箇所のみとなりまして、あとそれ以外に行きたいとこで言うと、さっき言われたウオトリー村、海賊に襲われてるっていうから、これ助けてやりたいね。ウオトリー村に、こちらのコログの森、あとはここに大妖精様、最後の大妖精様がいるので、これも解放してあげたいと。でもちろんいつも通りいろんな馬宿でペーンの依頼をこなしたりとか、まあ細かいことで言えばまだまだ全然やることはいくらでもあるよね。あとはゲルドのストーリークリアしたから、地底でコーガ様追ってもいいな。多分だけどね、ゲルド地方のどこかの地底にコーガ様がいると思うので、それも追いたい。いや、ほんとやることいっぱいある、楽しい。あとそうだ、地上絵もあるじゃん。いないのかな、インパ様。ゴロンシティのいつもの場所に戻ったりしてねえかな。パ様、パ様、インパ様。あ、いねえな、いねえわ、ボーガードとインパ様。まあじゃあそうだな、今言ったこういろんな場所、まだまだ巡りたい場所いっぱいあるんですけど、どういう順番で行くかはまたこっちで考えておきましょう。まあこれもしかしたら動画の途中の変なタイミングかもしれないですけど、まあ雷の神殿が長かったので一旦ここで中断させてもらおうと思います。あ、リンクもちょっと眠そうにしてる。あ、リンクこんな立ちっぱなしにしてると眠そうにしたりするんだ。初めて見た。え、すげえ。夜中だからか。じゃあ再開しますけど、なんかね、地上絵なんだけど、どうやら今まで私が見てきた地上絵の順番とここに並んでる壁画の順番が一致してるんだよね。最初に見たのがそこのゾナウ族の壁画、これと全く同じ地上絵で、でこの順番で見てきて、今最後に見たのがこれかな、この魔王様っぽい絵の地上絵、ここに行ってきたわけだ。で私が最も信頼を寄せていたインパ様ガイドがなくなってしまいましたけど、その隣のこの壁画、これと同じ地上絵の場所に次行って、ムービーの順番が正しければこの並びを信用していいっていうことになるね。なので今からそこに行ってこようと思います。でまた場所も地図的にちょうどいいんだよね。そこなんだけど、
まあ最近このゲルド高地で見た壁画の少し北、ここにあるので行ってきましょう。じゃあここまで来たらあとは涙の場所探しだけど、どのくらい近づいたら見えんだ。あ、あったわ、ありましたねこれ簡単に見つかんな。これは全然難しいことないよな。いつも一回だけ森で隠されてた時あったけど、あ、え、もしかして来てんのかインパ様。嘘だろこの気球、あれどこいた。おい、あや、来てんなら行ってくれやインパ様、そこに行く予定じゃって。探し回ったでしょうが、インパ様探しましたよ。お久しぶりです。そなたも地上絵を調査しておるのだな。頼もしい限りじゃ。一緒に調査しようよ。おお、リンク殿ではありませんか。リンク殿、他の土地でも地上絵は見つかっておりますか。あ、もう最低限の会話しかしないじゃん。嘘だろ、俺たち仲間じゃんやめてよハブンの。あ、なんかどうでもいいけど、間違えてフード外しちゃってる。で、あ、どこだったんだっけ。なんかインパ様に気を取られて、あ、それかインパ様に気を取られて見失うとこだったけど、これですね。じゃあこれが順番通りなのか。まあでもインパ様いいんだから多分合ってるよな。合ってるってことだ、インパ様がいるってことは。これもう2段階認証済みですよ、間違いない。イロハス。前に見たやつは、そうだ、魔王様をなんか招いてたんだよね。ラウル王が目の届く場所に置いておいた方がまだマシみたいな理屈で、俺あれめちゃくちゃ悪手だと思ってるんですけどどう転びますかね。あららら、うわっ、それ知ってる、得意なやつ。あ、時の力、さすがソニア様。大丈夫、上の空だったけれど。ソニア様から、すみません、教わったのか。どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。リンクはゼルダ姫から託されたわけだけど、ソニア様のように、この力、時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。リンクはめっちゃ使いこなしてるけどね、早速。そうね、やっぱおかしいんだなあいつ。こっちはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。リンク多分コツとか考えてないもん。自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。ほー、ものの記憶。大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょ。お？早く帰る方法を見つけたい。ああ、なんだ、リンクのことかと思った。でもこの時代のためにできることも考えたい。どう？どうして？ソニアに隠し事をするのは難しいからな。お前いたのか気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。全然気づかなかった。でも自分の時代を大切にしていいのよ。あなたは時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使われた。浜の力は、ソニア様、厄災を封じ込めるのに使った力か。リンクさんも安心させてあげないと。あれ知ってんの、リンクのこと。リンク、もう話したの。お前知らねえのかよ。初めて聞く名前だね。あんなにつきまとったくせに。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。リンクを語る目が優しい。おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。それはあなたもでしょう。とても強い、心の強い人なんです。うん、強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に、私も一度会ってみたいものだよ。めっちゃつきまといますよ、あんた。そうね、
私もお会いしてみたいわ。きっと凛々しい騎士なのでしょうね。凛々しい？だってゼルダがここまで言うのですから。どうかな、凛々しさは。あ、でもなんか一転して談笑のシーンになったな。でも順番的にはこれで合ってんのか。魔王を目の届くところに置くとは言ってたけど、まだそんなに危機的な状況にはなってない。ティータイムなんか決めちゃって。まあでも姫様は時の力を操るためにソニア様にアドバイスを聞いたりとか、まあいろいろやってるわけだね。多分力を使いこなすために、うん、順番これで多分いいんだね。5678とゼルダとソニア。ああ、そうだよな、戻れ子みたいなことをソニア様していらっしゃったけど、始まりの空島ではリンクがゼルダ姫からあれ託されたんだもんね、戻れ子。それはもともとソニア様に教わってたんだな。うわ、この文章またいいな。これ最後の、ゼルダはラウルに問われリンクのことを語り始める。その言葉には彼への強い信頼が滲んでいた。それはもう感じてたもんね、言われなくても。いや、なんかリンクの表面的な強さでなく心の強さで語ってたっていうのがまた、そうね、強い信頼を感じるところですね。いやー、いいもん見れた。いいもん見れました。見ました、インパ様。見れねえか、インパ様は。インパ様にも見せてやりたいわ。な、まあこの右腕があるから見れてるってことなのか。リンクにしか見れないのであれば二人にも見せてやりたかったけどね。リンクよ、我は考えておったのじゃが、そなたがゼルダ様のお姿を見たという不思議な映像、さっきのやつ、もしやそれこそが。なんだよ。いや、続きは嘘だろ。聞かせてくれ、インパ様の考えよ。不思議な映像、それこそが。わかんないな、なんか今俺も別に思いつかないな。インパ様の言葉を代弁しようとしたけど、ボガードはどう思う。まだ意味はよくわからないのですが、古文書の記載によれば竜の涙とは竜が天に昇るときに落とした涙なのだと記されています。あ、どうしよう、実際に水分があったもんな。なんか今もう消えちゃってるけど、見た後、竜が天に昇るときに落とした涙。しかし竜が涙を流すなど聞いたことが。はあ、でもなんか今後も、ちょっと今後も2人いてくれる？次に行く場所のとこに。もっと聞かせろ、お前らの考えよ、インパ様。あ、いいねいいね。でもやっぱ忘れられた神殿のあの壁画の順番信じていいのかもな。今回はここでした。じゃあ次に行く場所はこの壁画と同じ地上絵の場所ってことになるね。これなんかゲルドのナイフっぽいな。またゲルドの話か。さっき見たこれはソニア様っぽいよね。いやでもここの順番通りだって、ここまでやってきたからわかるけど、これ最初から気づくのは不可能に近いので、ね、最初の一個で、あ、この順番だなって思わないもんね。いやだから最初の方を順番通り行けててよかったな。インパ様を信じてよかったってことだ。ありがとうございますインパ様。じゃあ次の場所でもよろしくお願いしますね。さっきの続きのセリフ考えておいてくださいね。で次のそのゲルドのナイフっぽい地上絵の場所がそこみたいですね。一番右下のここ、つまりウオトリー村がある場所。なんかすげえちょうどいい動線が引かれたな。次にウオトリー村行こうかなって話ちょうどしてたもんね。なので次はこの地域のマップを開放して、まずは眺望台目指してウオトリー村とその近くの地上へ、この辺やりましょう。あ、いいぞ、いい流れだ。よし、じゃあまた次回よろしくお願いします。
ありがとうございました。